きなりひでチャンネル。はい、今週もお楽しみ、日刊スポーツの小谷の俊也さんです。なんか随分妙なこれだ、誰これ。クマちゃんです。クマちゃん、どこのクマちゃん。タイのバンコクで買ってきました。タイに行ってきた。あの森田健作さんについて。あ、この間日刊スポーツ見ましたけど、はい、読んでないんだ俺。あ、僕も大きい写真が出てましたね。読んでないですね。見た気がするんですけど原稿書いてるんですけど。それのタイの T シャツ。あの父親がね、既得だっていうのにタイに行って。そうでしたね。帰ってきて翌日に亡くなったんで、どうもね、ほっとしてますよ。本当ご愁傷様です。いや、どうもありがとう。結構なんかお気遣いいただいて、痩せれた表情の小屋野さん、なんか無理に騒いでる小屋野さん、これ、ね、いろいろあったんだけど、違くてね、あのその後の母親に毎日こう、はあ、お化粧してあげたり、シワ伸ばしのクリーム塗ったりするのが大変っていう、それなんですよ。まあだけどそういう年代ですからね。はい。もうね、うん。でともかくとして、はい、この間見かけたのはなんか森田健作さんが、はい、なんかタイと非常にこの昔から結構人気が高くて深いつながりがあって、はい、その縁でなんか学校の対日オンライン大学というのを、大学の。オンライン大学、まあ、日本にある、岡山理科大というので授業をやって、それをオンラインでタイの学校で流して、岡山ですね。岡山理科大。岡山理科大 で日本の大学の、学位を取らせて日本に来て、今ほら少子化で、働く人がいなくて、移民とかあるけど、はい、なんかわけわからない、こう日本のこと知らない人がこう来ちゃうんじゃないかみたいなのあるけど、まあ、日本の大学で勉強してもらって、日本の大学の卒業証書を持って日本の企業に就職してもらうというのが狙いで、まあ、それまで僕生きていられるかどうかちょっと自信はないんですけど、うん、いつできるんですか。来年の4月にね、順調にいけば開校予定なんですけど、で森田さんはそこの学長と、もともとね、森田さんってタイで人気あるんです。僕今回ってよく分かる。どうして。あの俺は男だ。え、そんな昔。1971年ですよ。もう53年前なの、ヒットドラマがですね、実はタイで剣道、ね、剣道部なんですよ、はい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 、剣道という名前でタイでも流されていたと。あ、俺は男だ、タイに行くと剣道っていう、はい、ドラマのタイトルで、はい、で向こうの、今の王様の妹さん、60代後半なんですけど、はは、森田さんのファンなわけですよ。へ、若い頃見ていてという。ラーマさんと言いましたけど、プビポンさんじゃないんだよ。でもね、ラーマ10世の妹のシリントーン王女69歳が森田の熱烈なファンだと、まあ、僕書いてるんですけどね。え、その何、王女さんが、王女さんがって、はい、王女様が、王女様が、はい、あの剣道っていうタイトルのドラマの主役を張っていた森田健作さんのファンだと。ファンだと、まあ、だから王女に限らずね、あのその世代の人は結構森田さんを見ているという、ね、アイドル時代の髪の毛真ん中から分けた森田さん。彼でもじゃあ何度も行ってるんですか。タイは。もう50年以上前から何十回ともなく行ってる。あ、そうなんですか。で、あの千葉県知事やってたじゃないですか、あの頃は千葉県のいろんなものをね、売り込むためにトップセールスでタイに行ったと。そうかそうか。でタイはね、俺ドラマやってたからね、結構人気あるんだって言ってました。わかるわかるわかる、あのアジアにその千葉 の農産物を売り込むっていうのはもう昔からいろいろやってますからね。それで彼自身がタイにも足を運んで、タイとか、ね、向こうからこうそういうのを こっちに持ってくるっていうのもあるしね。そうですね、果物とかね。知事時代には向こうから来る人にいろいろ交流ね、手数をとどめて、今回もなんかそういう話がまとまってて、あ、だったら俺面倒見るよとか言ってましたけどね。だけどなんていうのかな、オンライン大学っていうと、なんか実態があるようなないようなね。そうですね、そんな感じがしちゃうんですけど、まあいわゆる通信制の大学ってあるじゃないですか、こう通信教育で、ね、通信教育で、でたまにスクリーングで来るという、そうそのこうなんかやり取りがネットでできると、もう今、もう特にコロナ禍以降はそのオンラインのそういう技術も飛躍的に向上してしまってますから、まあ日本でやってるものを向こうの大学なりでこう見て、で、あと大学4年生になったら、日本の企業にインターンシップで来たり、いろんなスクリーニングみたいなことをして、日本に
で IT 主に、うん、あの学んでますから、そういう技術と専門知識、あと日本のことを知って。岡山理科大っていうのはそもそも何に強い大学ですか？理工系ですね。だから理科大だからね。 IT 系の学部。 IT 系か。じゃあ英語でやるのかしら？いや、日本語でやる。そうなんです。日本語。それがだからタイの言葉をあるでしょ。タイの人にまず日本語のだからあの授業もあるわけですよ。でいや英語でやった方が簡単だと思うわけじゃないですか。そうじゃなくて、これの狙いは、まあ、日本の、少子化による、そのそうかっていう、そういう狙いもあるそうなんです。じゃあそのオンライン大学出た子供たちというか青年は、はい、その日本日系の企業に勤めて、そうですね、その IT の日本の企業の関連で活躍をすると、提携してというかね、そうですね、はい、彼自身は、ね、乗ってるんですか？森田先生ですか、うん、あのね、今74ですけど、まあ、万年青年ですから、いややるよと、ね、あのアジア、あとね、セネガルにもね、なんかね、そういう、セネガル、あのアジアじゃない、アフリカの、あえて、来年、セネガル出張かなとか思ってますけどね。ああ、そうですか。だからね、もう50年行き来してるわけですよ、森田さんは。うんうん、だから、最後の、僕なんかが帰ってくる前の晩に、現地の日本人会と、あと、タイの方で日本に留学したことある方の懇親パーティーがあったんですよ。うん、そうするとね、今すごくて、あの、俺は男だを、いろんなところでこう YouTube でアップされてるじゃないですか、こっそり。それを集めて編集したものを持ってきた人で、それを後ろに流して、その前で森田さんが、あの、さらば涙を言おうという、あのヒット曲を歌ってましたね。歌ったり。ええ。クヤノさんは何、タイは初めて行ったんですか？いや、僕はですね、1回目は多分ゴルフで、行って、あと、あの3代目 J ソロソウルブラザーのアキラといって、あと品川庄司の庄司がプーケットマラソンで、うんうん、4回目ぐらいですね。あ、全部一応みんな遊びのように見るけど、全部仕事ですから。タイのゴルフはあの大名ゴルフで有名でしたけどね。そんな日通旅行の感じで行ったから、うん、そんな大名旅行みたいな面倒くさい本当にゴルフ好きな人で行って、うん、35度で3日間で4ラウンドぐらいしたのかな。でそれ3月の初めですから、帰ってきた翌々日には10度で苫小牧で、あの雪が溶けましたって、雪が残っているところでゴルフ北海道でやってましたけどね。えらいな、当時はプロと呼ばれてた。130叩いてもあのゴルフの原稿を書いて給料もらってたんでプロと呼ばれてた。まあ、タイって言うとあのチェンマイのね、はい、あの例の大事件とかね、そういうのばっかりで、あの行く人によって全然違いますよね、はい、狙いがね。うん、じゃあ来年この大学、対日アジアオンライン大学、これ生徒何人ぐらい募集するのか。50人ぐらいって言ってましたね。そんなに少ない少数生みたいな、まあ、オンラインでやる人間ですからね。それにまずこう本当50人応募があるのかどうかもよくわからないわけじゃないですか。森田健作さんは岡山とはご縁が深いのかな。結構深いと思います。そうです。岡山っていうよりも岡山、あの千葉県知事とか政治家ですから、うん、元々、うん、まあ、そりゃそうだ。ということで、わかりましたでしょうか今の話あっちに飛んだりこっちに飛んだりしちゃってね、で小籔さん自身のね、いろんな体験もあるしということで、私もタイは一度だけ行ったことがありましてね、駐在していたその奥さんが今日はテニス、明日はゴルフ、ああみんな個人レッスン。ああ、そう、個人レッスン。そういえば僕も知り合いが一人行ってますね、優雅な暮らしてますね。で親父は毎日日本人だけ行くようなね、あの高額なバーがあるんですよね。ああ入り浸り、トヨタ系の人が一人行ってますねそれは、はい、まあそんなようなことで、今日はね、森田健作さんの話題でした。どうもどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。小谷俊哉さんでした。